ハワイ旅行おすすめツアー8選をお届けいたします。コスパ重視、ファミリー旅行、それともハネムーン、それぞれお得に行く方法もご紹介いたします。こんにちは、ニュートの大木ゆうきです。今日はハワイです。もう美しいビーチにショッピングにグルメにやりたいこと満載、不動の人気渡航先のハワイ、今日はご紹介いたします。ハワイですね、たくさんニュートにもツアーがあるんですが、私がいろいろざっと見ていて、これだというツアーを今日は8つお届けしたいと思います。それぞれ旅の目的に合わせてツアー選んでいただければと思いますので、早速参りましょう。さて、ハワイに旅行する際は個別手配よりもツアーでの予約が圧倒的におすすめになります。そのおすすめする理由をまず3つご紹介いたします。1つ目、とにかく楽。ツアーはですね、航空券とあとホテルが大体すべてセットになっておりますので、個別に予約するよりも最小限の手間で予約が完了しますので、そういった意味でまずおすすめになります。そして2つ目は、送迎付きのプランがありまして、初心者でも安心というポイントです。ハワイは鉄道が走っていないので、主な交通手段がタクシーとかバスになってきます。送迎付きのツアーを予約すれば、基本的に空港の到着口までスタッフがお迎えに上がりますので、安心してハワイの旅行をスタートさせることができます。そして3つ目は、それぞれ予約するよりもお得。これ大きなポイントですよね。非常にお得で、航空券やホテル個別で取るよりもリーズナブルに行けることが多いので、ぜひツアーという選択肢出てみてください。ちなみに、ハワイツアーの代金の相場なんですけれども、お一人当たり平均すると20万円前後ということもあります。ただセールうまく利用しますと、ぐぐっと予算を抑えられるので、今日はそのあたり含めて見ていきましょう。さて、ここからは実際にあるツアーをタイプ別に今回8つ88紹介していきます。行く時期によって金額幅がありますが、よりお得に行く方法を動画の最後でお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初にコスパ重視という方はこちらです。じゃらん。1つ目は5日間では15万円台というプランなんですね。こちらはハワイアン航空指定で、ホテルはお任せなんですが、我々に言うとお任せのホテル何でもいいだろうという考え方ではございません。スタッフ厳選したお任せホテルが出てくると思っていただいて構いません。ウェイファインダーワイキキですとか、ワイキキリゾートホテル、あとホテルラフロアなど、2つ星ホテルの中からのお任せとなっています。日本語のスタッフがいたりですとか、初心者でも安心なホテルがピックアップされています。他のツアーも追加料金に含めて往復送迎つけられますので、送迎に不安な方はツアーアレンジというのもご利用ください。さあ、2つ目のおすすめツアーはこちら、人気アラモアナセンター直結のホテル宿泊プランになります。これはいいですよ。これ JAL 指定でアラモアナセンター直結のアラモアナホテル by マントラに宿泊するツアーになっています。言わずと知れたハワイ最大のショッピングセンター。私もここ直結のホテル泊まったことあるんですよね。とにかくここに滞在しているとハワイで暮らしている感じになります。ショッピングセンター内には大きなスーパーなどもありますので、本当にこう暮らすような滞在が可能かなと思います。ウォルマートが人気のおしゃれエリア、カカアコ地区へのアクセスも抜群ということで、旅行中はアクティブに過ごしたいかなという方、自然グルメ、観光ショッピングと魅力盛りだくさんのハワイをコスパよく存分に楽しんでいただけるツアーになっております。さあ、続いてはこちらです。ワイキキ最大級のホテルでお得に過ごすプラン、幅広い世代で楽しめるファミリー旅行におすすめのツアーになっております。JAL 指定で、ここポイントですよ、ワイキキ最大級の広さを誇るヒルトンハワイアンビレッジワイキキビーチリゾートに宿泊するプランです。ここは実際私もですね、家族で子供が小さい時に何度も滞在したことがあるんですけれども、とにかくまず JAL 指定っていうのが、やっぱり小さな子供を連れているとありがたいんですよね。もうね、本当に知恵の方とかも優しいので、サービス行き届いていますし、なんといってもやっぱり日本語で全てスムーズにコミュニケーションができる安心感もあります。非常にお子様にも優しいというポイントもあります。で、宿泊するこのヒルトンなんですけれども、プール敷地内に5つもあるんです。
ラグーン、海水でちゃんとこう自然の雰囲気のラグーンになってるんですけれども、波もないので小さなこの初めての海遊び体験には本当におすすめです。まだおむつをしている我が子もですね、ここで海デビューをいたしました。全体がこう街のようになっていて、お母さんはショッピングを楽しみながらベビーカーで子供は寝るとかで、簡単に入れる飲食店があったりとかコーヒーショップがあったりとかして、そのヒルトンの敷地内で全てが完結するという便利さがあるんです。あの名物になっている毎週金曜日の花火もあのコロナ禍で一旦ストップしていたんですが、これも復活しております。子供から大人まで忘れられない大会になること間違いなしです。4つ目は朝食込み無料サービスも充実のホテルで過ごすリゾート旅プラン。これも JAL 指定で、ホテルは2020年6月にリニューアルしたばかりで、なんと全室スイートルームというエンバシースイーツバイヒルトンワイキキビーチウォークホテルになります。お恥ずかしながらこちらも私家族で宿泊したことあるんですけども、何がいいって小さな子供を連れて行った時に大人が寝る時間と子供が寝る時間がずれるんですよね。ちゃんとリビングスペースとベッドスペースが別になっている、これが全室スイートルームと言われるゆえんなんですけれども、このワンエリア余裕があることによって、こっちの部屋で子供を寝かした後に大人はこっちでおしゃべり楽しんだりとか、いろんな片付けをしたりとか、子供が寝た後の楽しみ方がしやすいのがこのホテルの特徴なんです。こちらのプランも航空会社は JAL 指定ということなんです。でさらに空港からホテルまでに往復送迎がついていますので、本当にこれは子連れの方でも安心ということになります。20万円台前半から5日間でご用意のあるツアーになります。このホテルなんと朝食込みなんですよ。これ非常にありがたくて、バイキング形式になっているんですけれども、オープンテラスのところで子供がいても走り回りながら楽しんで OK な雰囲気なのがありがたい朝食込み装備込みのプランになっております。続いて5つ目、5つ目はスパやショッピングモール併設の豪華ホテルにステイプラン。こちらは JAL 指定でスパやショッピング併設のハイアットリージェンシーワイキキビーチリゾート&スパに宿泊するツアーということになります。ここも私泊まったことありますが、非常に便利、本当ワイキキのど真ん中、どこを中心と考えるっていうと、このハイアットリージェンシー近辺というところになってくる、本当中心部にあるというところになります。この特徴はすぐのところにビーチが広がっているということなんです。ちょっとプラスアルファの情報ではありますが、全室洗浄機能付きのトイレ、ウォシュレットが付いてますよということ、さらにスリッパが付いてますよ、さらに歯ブラシが付いてますよ、ちっちゃいことかもしれないんですが、海外のホテルではなかったりする日本人には嬉しいサービスになっています。こちらも空港からの往復送迎付きプランで日本語スタッフがお迎えするので、ホテルまで安心して移動が可能です。おすすめがありすぎて興奮してきてしまいましたが、ここまではコスパ重視とか家族向けだったりとか、ここからガラッと雰囲気変わりますよ。ここからはカップルやハネムーンにおすすめハワイ旅行ツアーご紹介していきます。いつもよりもちょっとラグジュアリーなホテルで、ちょっと特別な旅っていうのを提案できるツアーでございます。6つ目のご紹介です。6つ目はこちら、ワイキキの街並みを眺望、リピーターに選ばれる格式あるホテル滞在プラン。ハワイアン航空指定でございます。こちらはワイキキビーチからすぐのシェラトンプリンセスカイウラニに宿泊するツアーになっております。ビーチフロントではないんですけれども、ここも非常に便利な場所になっています。窓からはハワイの街の景色が見えまして、シティビューのお部屋指定のプランでございます。エアコンや冷蔵庫などベーシックな設備がしっかりと揃っているホテルになります。でここが結構価格設定が本当にお得で、5日間で16万円台からご用意しておりますので、時期を選んでいただければかなりお得に旅行が楽しめるかなと思います。空港からホテルへの往復送迎や一部日本語 OK なフロントデスクなど、安心してハワイでリラックスしたいカップルなどにおすすめのツアーになっています。ビーチで遊んだり街を散策したりと、ハワイをのんびりと楽しむことができます。続いて7つ目です。巨大水槽とインフィニティプールが魅力のアロピラニリゾートプランでございます。
こちらもハワイアン航空指定で、あのアロヒラニリゾートワイキキビーチに宿泊する、こちらもカップルやハネムーンにぴったりなツアーでございます。これフロント入ったところに超巨大水槽があるんですよ。一見の価値あり、なかなかお目にかかれないほどの巨大水槽が迎えてくれるホテルになっております。2018年にはホテル自慢のインフィニティプールがアメリカで最もインスタ映えするプールトップ10にランクインしたという実績もあるホテルなんです。成田空港と福岡空港発着のツアーでは空港からホテルへの往復送迎というのがついていて安心です。で、関空発着も追加料金で往復送迎付きにアレンジ可能となっております。このハワイの美しい海が一望できるインフィニティプールでお二人でのんびりと過ごしていませんか？さあ、最後になってしまいました。最後、8つ目のおすすめツアーをご紹介いたします。最後のツアーはこちらです。リッチもサービスもいいとこ取りのシラトンにして安心してハワイ旅行を楽しめるプラン、ハワイアン航空、こちら指定でございます。2020年に全室リニューアルをしっかりとリニューアルしてきますね。さすがのシェラトンワイキキです。もう言わずもがな、ハワイといえばというぐらいの、ワイキキといえばというぐらいのホテルでございますが、24時間対応の日本語ゲストサービスですとか、ワイキキの中心地という立地はですね、やっぱり海外旅行に慣れている方でも安心して過ごせる場所でございます。全米のホテルプール部門で1位に選ばれることもあるプールなんですが、ビーチからちょっと上がったところとインフィニティプールになっています。でそこで夕日を見ようと、日の入りの夕日の時間になると人が集まってくるぐらい名物のプールになっているんです。本当に美しい、全米ホテルプール部門1位というだけある、可愛らしい景色が一望できるラグジュアリーな空間になっています。細かいところまで気配りが行き届いていて、贅沢なハワイ旅行を心ゆくまで楽しむことができるということなんです。プールによって年齢制限があったりとかするので、しっとりと大人時間を楽しむことができる。一方でスライダーとかもあって、そっちのプールだと子供が元気に遊ぶことができる、ちゃんと住み分けもできているホテルになっています。というわけで、5日間でそもそもハワイは楽しめるのと思った方、5日間でハワイ旅行に行くとしたら、こんな楽しみ方ができるよう、ここからご紹介していきます。5日間、モデルプランなんですけれども、ツアーを利用した場合どんな5日間になるのか、私がざっとご紹介いたします。ハワイ行く場合は夜日本を出発することが多いということなんですね。飛行機で一泊して、午前中にハワイに到着します。到着してすぐなので、移動の疲れを休めつつハワイの1日をまずスタートさせるという感じになります。超裏技としては、この着いた日にゴルフをしちゃうっていうのを私以前やったことあるんですけど、そうすると何がいいかって、のんびりしてられないので頑張って寝ないじゃないですか、ゴルフしてる間。そうすると時差向けの会社が早いっていうふうに言われたことがあって、この到着日にゴルフをするっていうのを超アクティブな方には一つおすすめプランになっています。一般的にはこれ、ハワイ着いたらまずホテルに移動して、ワイキキビーチ周辺ぜひ散策してみてください。もう初めての時は本当に感動します。もう空気が違うわっていうところで、でワイキキでディナーを楽しんでいただきます。あんまり寝ちゃうと時差ボケが辛いので、この日は頑張って起きてワイキキを堪能するというのをおすすめします。で2日目ここ丸1日使えますので、アクティビティはいかがでしょうか。例えばダイヤモンドヘッドに登って絶景を鑑賞して、 KCC のファーマーズマーケットに行って、でその後ワイキキビーチでマリンスポーツに挑戦、なんていうの、アクティブにこの日は過ごしていただきたいなと思います。海が見えるようなオープンテラスのバーで乾杯なんていうのもできるといいなという3日目でございます。さあ、そして3日目、ちょっとこの日は遠出してみるのはいかがでしょうか。ノースショアの方まで行ってみると楽しいかなと思います。その後カカアコー地区とかを散策して、最後アラモアのショッピングセンターでお土産をゲットっていうのも一つの過ごし方かなと思います。ノースショア簡単に行くにはオプショナルツアーとかで入ってしまうか、もしくはレンタカーっていうのも運転得意な方は選択肢に入ってくるかなと思います。さあ、そして4日目です。まずはおしゃれなカフェでさっとモーニングをしまして、この日は残念ながら日本に帰る日になってしまいます。胃作りをしてチェックアウト、そして午後に帰国という流れになります。いかがだったでしょうか。到着日も午前中なの
で、まあ、2日間プラスアルファ1日しっかりとハワイで楽しむことができますので、意外と充実させることが可能です。さあ、5日間のツアーを想像して夢広がっていると思うんですが、やっぱり少しでもお得にハワイに行けたら嬉しいなと皆さん思います。そんなわけで、ハワイ旅行のツアーをお得に予約する方法を3つお届けいたします。まず1つ目、ハワイ旅行が安い時期を狙う。まあ、これはもう海外旅行全般にいるんですけれども、時期によってかなり価格変動するのがこの海外旅行なんです。で、ハワイ旅行の安い時期というのはつまりゴールデンウィーク明けの5月下旬と、あと連休が少ない10月から12月、ただし12月のあの年末年始の部分、あそこは高いです。その前までというところが非常にお得になっております。で、セールが開催されるのはオフシーズンが多いので、このハワイ旅行の安い時期を知っておくと、特にハワイ旅行を行ける確率が上がるかなと。今あのお仕事されている方でも、お休みの時期っていうのが自由に選べたりする会社も多いと思うので、ぜひお得な時期を狙ってお休みも設定してみるといいかなと思います。やはり夏休みとか、先ほど申し上げた年末年始などはツアー料金高騰しやすいので、なるべくこの場合は早めに予約することで、比較的お得に予約が可能になることが多いかなと思います。安くハワイ行きたいのは、まず時期をしっかり狙うで、早めに予約するっていうところをやってみてください。続いて2つ目、ツアーのセール情報をこまめにチェック。これは絶対にやっていただきたいです。旅行会社のセールの時期というのは会社ごと異なります。お得にハワイ旅行を予約したいならば、このセール情報っていうのを定期的にチェックするようにしておいてください。ハワイは売れ筋なので、各社絶対にセール商品として出てきます。ちなみにミュートではセールなどの最新情報を逃したくないという方のために LINE で配信しておりますので、気になる方は概要欄から LINE のお友達登録してみてください。そうすればお得なセール逃さないで済みますよ。お得にハワイ旅行する方法3つ目はツアーの相場を知る。まずは全体把握が何事にも大切ですね。ハワイ旅行のツアー相場を知っておくと、自分にマッチした予算のツアーというのが晒しやすくなります。これがお得だなっていうのがその場で分かるようになってきますので、ぜひこの辺の相場感をつけていただきたいと思います。代金1人当たりおよそ20万円のことが相場になっています。20万円切ってくるとかなりお得なツアーだなという感覚です。ハネムーンとかご褒美旅行などリゾートステイを満喫したいならば、やはり相場より少し高めのツアーを選んでいただくと、そういったホテルが選べるようになってくるかなと思います。ツアー探しをする場合は、利用する航空会社とホテル以外に往復の送迎がついているのかとか、あと飛行機で並び席が確約されているのかなど、細かい条件面をしっかりとチェックいただきたいなと思います。そのあたりチェックして納得した上でお申し込みいただくと、より満足度の高い旅になるのではないかなというふうに思います。さあ、この動画では超人気のハワイのおすすめツアーを8つご紹介いたしました。すいません、途中ちょっと取り乱すほど興奮してしまいましたが、本当おすすめだらけでございました。案外気軽にハワイ行けるなとお感じになった方も多いのではないでしょうか。こんな風にミュートでは旅のお役立ち情報随時更新してまいりますので、見逃さないようにチャンネル登録、それから高評価で、ハワイに関するコメントなんかもいただけると嬉しいです。今日はハワイおすすめツアー8つご紹介しました。